在のところ新宿駅では大きな混雑はありません。都内にお住まいの60代の女性は、おとといから茨城県に遊びに行っていた。今日の夕方に帰る予定にしていたが、台風の影響が心配で半日以上予定を切り上げて東京に戻ってきたと話していました。台風11号、関東付近には午後から夜にかけて最も近づくと見込まれています。新宿駅の南口でした。交通機関への影響です。国内線の空の便は羽田と八丈島や伊豆大島などを結ぶ12便の欠航が決まっています。欠航が決まっているのは全日空の羽田と八丈島や伊豆大島、三宅島を結ぶ全便の合わせて12便です。航空各社によりますと、今のところこの他の路線は通常通り運航する予定ですが、午後からは台風の接近に伴ってさらに欠航や遅れが増える恐れがあります。海の便では千葉県富津市の金谷と神奈川県横須賀市の久里浜を結ぶ東京湾フェリーが午前10時半現在で各地から全ての便の運航を見合わせています。また東京や熱海などから大島などの伊豆諸島を結ぶ東海地線も各地から全て欠航しています。ここまで交通機関への影響をまとめてお伝えしました。台風の見通しや警戒すべき点なども含め、表情が山さんです。はい、こちらは台風の最も接近する時間帯を表しています。伊豆諸島ではこれから昼過ぎあるいは夕方にかけてが最も台風の近い時間帯です。関東地方ではこの後午後、夕方から夜に最も台風が接近する見込みです。この時間を中心に雨と強い雨、強い風がピークとなりそうです。警戒が必要です。では台風の情報です。台風は伊豆諸島近海を北上中です。八丈島は風速25メートル以上の暴風域から抜けましたが、三宅島などが暴風域に入っています。